こんにちは。元テスラ社員で経営コンサルタントのバート千草です。今や飛ぶ鳥も落とすような勢いに見えるテスラ。でもそのテスラもですね、失敗するんです。テスラも失敗するの？もちろんです。誰よりも早く成功するためには、誰よりも早く、そして誰よりも多く失敗しなければならない。これはですね、あの金持ち父さん貧乏父さんで有名なロバート清崎さんの言った言葉なんですけども、まあ大体の成功者はですね、幾度音に同じことを言いますよね。そしてテスラもその例に漏れず、どの会社よりも速いスピードで失敗しています。でも失敗というよりもですね、どちらかというとそのベストな道を探求するために誰よりも早くトライアルアンドエアーをしているんじゃないかなと、そういうふうに思います。じゃあなぜ今テスラの失敗の話をするのか。それはですね、この時代、大変革の時代にあってですね、私たちが新しいビジネス、新しい成功を手にするために絶対に役立つところがあると思うからです。テスラの振り見て我が振り直せ、そういう感じです。だから自動運転だとね、こういうこともできるんですよ。立ち上がれ。さて今日のお話、第1、テスラのトライ VS アマゾンのトライ。No.2、未知の領域にベストで準備。No.3、やけどしても挑戦行動。そして No.4、テスラは人なり、イーロンだけにあらず。さてテスラの失敗どんどん見ていきますけれども、その前にもうこれ面白いじゃないか、もっと見てみたいと思っていただければ、ぜひチャンネル登録お願いします。その際にいいねとベルマークお忘れなく。ありがとうございます。さてNo.1、テスラのトライ VS アマゾンのトライ。成長期のテクノロジー企業の特徴の一つとして、数多くのトライアル&エラーをしていく、そうやって発展していくのがありますよね。テスラも例外ではありません。しかしそのトライアル&エラーに臨む考え方、やり方、フィロソフィー、哲学、そういったものはですね、全然違うんですよね。ここではまずテスラとアマゾンを比較してみましょう。アマゾンも実はですね、新しい製品とか新しいサービスを矢継ぎ早にもうどんどんオープンして、そして伸びるものをどんどん伸ばす、そしてダメなものを早く撤退する、そういうアグレッシブなもう会社ですよね。今までアマゾンも挑戦した新製品や新サービスで結局ボツになったものをちょっと取り上げてみましょうか。まずはアマゾンファイヤーフォンって、あの携帯電話あったじゃないですか。まあ日本にあったんですかね。それからアマゾンのダッシュボタン、そしてアマゾンのターンキーソリューションというですね、不動産業界にも入っていきました。そして今開発中のドローン、でもこれはまだ失敗してないですけどね、どうなるんでしょうね。ただアマゾンの新サービスとか新製品のアプローチはテスラのそれとはね、全然違うと思うんですね。まずアマゾンのポリシーというのは、あの CEO のジェフ・ベゾスさんが言ってるようにね、もう地球上で一番カスタマーのことを考える企業になると言ってます。そして一人一人のカスタマーにどうやったら最も便利な体験を提供できるか、そういうふうに考えていますよね。そしてエブリシングストアになるという、そういうビジョンに立ってビジネスが行われています。ではテスラとはどう違うのか。それはね、僕流の言い方なんですけども、アマゾンのやり方っていうのは足し算方式だと思ってるんですね。カスタマーにとって便利であり、そしてエブリシングストアの方向に向かうであろう、そういったものを一つ一つ足していく、つまり足し算、そういうふうに思ってるんです。今で言えばアマゾン1のように、例えば無人コンビニとか無人スーパー今作ってますよね。そうやって自社開発で技術もどん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 開発して、どんどん便利にしていく。まあ、技術を自社開発するところはテスラにも似ているところもあるんですけどね。でも全体像としては、もともとはでしょ、もうインターネットの本屋さん、その一点から始まった会社ですよね。そしてそれからどん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 付け出して、どんどん広がっていっているっていう感じなんです。じゃあテスラのアプローチはどうなんでしょうか。その違いだけで言うと、テスラの場合はさっき言ったね、そのアマゾンの木が育っていくというよりは、例えばですね、同じアマゾンはアマゾンでも、あのブラジルとかに流れるあのアマゾンの川、あれがですね、ブワーッね、もう本流、中流、支流、バーって広がってるじゃないですか。そういう全体像のマップ、地図がもう大体もうできてるんですよ。地殻整理がもうできちゃってる。そういう、まあ、広いビジョンがあるんですよね。で、その区画整理がもう終わっている、その中で、
ここは学校ができますよ、ここは住宅地ですよ、ここはオフィス街ですよ、ここは工場地帯ですよというようなですね、もう区画整理ができていて、そこに必要なパーツが順番に一つ一つはめ込まれていくんです。そんな感じです。で、テスラのミッションは持続可能エネルギーの社会への変革を加速するということですから、それに向かう例えば発電から蓄電、配電、そして電気を使う車、そういうふうにですね、もうマッピングはなされているんです。で、実はですね、このテスラがあるこのシリコンバレーというのはそんな感じでできてきた、そういう歴史があるんですね。で、スタンフォードさんという実業家がいました。あのスタンフォード大学のスタンフォードさんです。で、彼はまず鉄道を引いたんですね。そしてその次に大学を作りました。なんで鉄道を引いて、何にもないところで鉄道を引いていきなり大学を作るんだと思いますよね。でもそこに高いお金を払って優秀な教授をもう呼んできてですね、そうすると優秀な生徒が集まるんですよね。で、その卒業式終わった後にその人たちがその町でですね、新しいテクノロジー企業を起こしていく、それが広がっていく、テクノロジーの新しい町が出来上がる、家族ができる、学校ができる、ショッピングができる、住宅街ができる、そういうですねビジョンを持ってまず鉄道を敷いて大学を作ったんです。そんな感じなんですよ。そしてそのシリコンバレーの企業テスラですから、そういう歴史はよく知っています。ですからある意味イーロン・マスクは現代のスタンフォードだとも言えると思いますよ。ですからつまりこの地図全体をね、大きくビジョンしてですね、そしてそこにいろんなパーツをはめ込んでいく、そういうアプローチ、ね、逆算のアプローチとも言えますけれども、引き算のアプローチと言っています。このテスラとアマゾンの違いはどちらがいいとかっていう話じゃなくてですね、やっぱ違いますよっていうことなんですね。いろんなやり方がありますということです。そして一つ共通点は、それに向かってやはりものすごいスピードでどんどん開発をして、どんどんやることをやって、どんどんやめることをやめて、もうどん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 繰り返していくということです。このサイクルが非常に早いということですよね。で、そのアグレッシブさの中に、例えばアマゾンであればね、こういうものがいいんじゃないかな、カスタマーが望んでるんじゃないかなと、やってみてですね、でもそれが全てが受け入れられるわけではないですよね。そうするとダメなものはすぐ撤退する、その潔さ、これはね、もう見習うべきだと思いますね。でもここでアマゾンは何を加えるのか、何が求められているのか、その何が、つまり英語で言うとホワットの世界ですね、これをどんどん探求していくんです。じゃあテスラどうですかというとですね、その全く逆なんですね。テスラの場合は何がそこにはめ込まれていくかというのはもう決まってるわけですから、そう、決まってないのはそれをどうやって、つまり英語で言うと How の部分ですね、 How がもう求める、それをベストのやり方、ベストの How を求めるためにトライアル&エラーを繰り返していくということなんです。ですからそのベストの How を求めるために、何かをトライしては繰り返す、失敗してはやめて次のことをやる、つまりですね、そのテスラの失敗と言われるところから、そこでね、結論出ないんですね。で、もう撤退もしない、じゃあ次のやり方、次の方法っていうのをどん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 やって、失敗から学び、次の方法を考えるわけですね。あの掃除機で有名なダイソンありますよね。あのダイソン博士が、あのサイクロンっていうシステムをね、もう発明するまでになんと5120回失敗したそうなんです。そのバージョン 1.0 が完成するまでテスラもですね、繰り返し繰り返しそのトライをやめないんですね。そしてその 1.0 ができた時、それは破壊的イノベーションになるんです。で、その破壊的イノベーションができたらば、 1.0 から 1.5 へ、 1.5 から 2.0 へとどんどん進んでいく、それがテスラです。では次にその実例をご紹介しましょう。ナンバー2、未知の領域にベストで準備。しかしテスラがやることのほとんどはですね、まだ誰もやっていないことです。ですからイーロン・マスクもね、口癖のようによく言っています。This has never been done before というね、よく言いますよね。だから常に最先端を行くことができるわけですけれども、でも当然、まあ前にね、やったことがある人がいないわけですから、もうたくさんのトライ&エラーに当然なっていきます。その最も有名な例はですね、あのモデル3を2017年に量産を始めた時のあの大失敗です。テスラはですね、様々な製造分野の
エキスパートや経験者をたくさん雇ってですね、今までにないような生産ラインを設計して、ソフトウェアもロボットも全部揃えてやったわけですよね。でもその初期の結果は皆さんもよくご存知の通り大失敗だったわけです。その生産工程にですね、ロボットの工程を入れすぎたっていうこともあると思うんですね。もう想定外のエラーがたくさん起こりました。それもはっきり言って全然使えないほどに起こったんですよ。その実例の中でね、分かりやすい例をね、一つ挙げるとしますとね、この生産ラインがこう流れてるじゃないですか。そこにね、例えば電線なりですね、信号用のケーブルがぶる下がってたりしますよね。それをですね、人間がね、あーってピッて掴むのが簡単じゃないですか。でもね、それをね、ロボットで掴もうとすると、それは至難の技なんですよ。そういうね、その実験段階、テスト段階ではなかなか分からなかった、後から思うようなことがね、起きるんですね。で、できないわけじゃないんです。時間がかかりすぎるんですよ。で、工程、生産工程っていうのは時間が全てですから、そこが問題だったんです。で、これを見た時、イーロン・マスクはその一部一部のちょっと改善することを諦めたんです。そして全特化しました。これはあんまりね、知られてないことなんです。そしてこの1回の全特化だけで終わったわけではないんですね。で、これを達成するためにまずね、巨大なテントを建てて、その中にね、生産ラインを引いたんですよ。それをしながら新しい生産ラインを再構築する、それを並行してやってきました。ただこの時イーロンはですね、非常にショックを受けて、もうこの、ちょっとやそっとの改善では済まないって、これでは絶対やめちゃいけないということをすっごく痛感しました。つまり連続的な改善を行うということを決めたんです、ね、連続的改善、つまりトライアルアンドエラーですよね。これをどんどん繰り返す。でも通常のね、自動車メーカーだとね、その1回モデルを発表したらですよ、発売したらですよ、次のマイナーチェンジ、もしくはメジャーチェンジが起こるまで、その生産ラインを全特化するなんてことはありえないわけですよね。で、だんだん一部一部をもうチューニングして改善して、どんどんやっていく。それでトヨタさんは、あの改善というね、方式を世界的に有名にしました。ね、でもこの改善というですね、その一部一部をじわりじわりとどんどんチューニングしていく、改善していく、良くしていくっていう方式を取らなかったのがテスラです。それではスピードが足りないと思ったんです。破壊的イノベーションが起こらないと思ったんです。それを出発点として、今となってはイーロンがですね、あの四半期の報告、コールっていうんですけどね、株主に向けて、彼が喋る。そういった時に、テスラはですよ、この製造工程というものを最高のレベルに持っていって、これ自体でビジネスができるぐらいになりたいと言ってるんです。あのモデル3の初期モデル、あれからたった3年ですよ、そんなことが言えるようになったんです。それだけ強烈に失敗する、それだけ強烈なショックを受ける、それをバネにしてですね、破壊的イノベーションに持っていく、全力疾走で持っていく、それがテスラのやり方なんです。それがテスラの失敗なんです。ナンバー3、やけどしても挑戦行動。一時期ですね、テスラはもう非常にですね、黒字化を求められた時期がありました。でもテスラとしてはね、本音ではね、こう思ってたんです。そんなね、今はもう前進するのに忙しすぎてね、発展するのに忙しすぎて、利益を出してる暇なんかないよって、本当にそう思ってたんですよ。というのはね、利益を出すためにはいろんなことにね、ブレーキを踏まなきゃいけないじゃないですか。ね、例えば投資をブレーキしなきゃいけない、経費をブレーキかけなきゃいけない、やることをブレーキかけなきゃいけない。で、そういうそのスローダウンするわけですよね。要するにね。でもね、テスラは利益を出せない企業というレッテル貼られちゃってたんですよ。そしてそれを理由にしてですね、ショートという人たちですね、株価が下がることによって利益を得る人たちがいてですね、そういう人たちとか、もうメディアにすごく叩かれたんです。もうテスラは基本的に、ね、メディアに嫌われてるんですよね。ですから、もうそういうプレッシャーがすごかったんですね。そこでガンと決めました。よし、わかった。テスラも利益を出せるところを見せてやろうじゃないか、証明してやろうじゃないかということになりました。そしてね、僕がそうですね、テスラに入った半年ぐらい後ですかね、もうなんか社内の雰囲気がね、流れがガラッと変わった時だったんですよ。社内でもね、うちの会社ってこんな会社だったっけと思うぐらいの変化でした。でもやろうと決めたことですから、その四半期をですね、実際に利益を出したんですよ。
でもね、一回やったらいいだろうってわけにいかなかったんですね。もう一回利益を出すとですね、それを連続することを今度求められますよね。まあそれ当然のことなんですけども。で、しばらくね、ずっと続けられたわけじゃないんですけども、やはりもう四半期の終わりが来るたんびにですね、もう次は利益が出るのか出ないのかと言われるわけですよね。ですから、もうまだ本音をですね、続けなきゃいけないのってね、ね、そんな暇ないんだけどなーって本当思ったんですけどね。そしてしばらくして、その営業だとかマーケティングにもね、そういういろんな変化の波が訪れました。それはあのテスラストアね、ショールームですよね、いわゆるね、あの全世界のテスラストアを閉めるって発表したんです。で、そのテスラストアを全部閉めるっていうことになるとですよ、ね、まあテスラストアはあのアップルストアみたいにですね、まあ基本的にまあその多くはですね、その街で一番いいショッピングモールの中にあるんですね。ということは家賃も高いわけですよ。そして契約も長い。例えば5年契約とかね、10年契約とかしてるわけですよね。で、それを途中で打ち切るとなるとペナルティーがかかるんですよね。で、普通の会社だったらね、そんなこと当然最初から調べるでしょう、で交渉するでしょう、それからやるでしょうっていうふうに思うんですけども、そこがね、もうテスラのまだスタートアップなとこなんだと思うんですけどもね、いきなり決めちゃうわけですよ。そして大発表して、実際にそのほとんどの店が全世界で閉まりました。しかし、そのほとんどの店がまた再開したんですね。で、なんでって思うでしょ。それはですね、まあさっき言ったペナルティですよね。それをね、実際に、まあ、やめるって言って、まあ、いろいろ計算して、向こうから出された時にですね、それはね、とんでもない金額になったんですよ。で、その、まあ、ペナルティのね、トータルの金額と、それを続けた時の、まあ、デメリットをね、まあ、考えた時に、まあ、続けようっていうことになったんですよね。でもね、これがね、まあ、タイミングっていうところもあると思うんですけども、まあ、結果論から言うとですね、これが良かったんです。で、それはどういうことかというと、まあ、それまでね、まあ、テスラの車、モデル S とかモデル X を買ってくださっていたカスタマーという層と、まあ、モデル3を買う層と、もう圧倒的に違ったわけなんですよ。それはマーケティング的に言うとね、その S とか X を買っていたお客さんは、アーリーアダプターという層なんですね。で、そのモデル3は、アーリーマジョリティというね、もっとたくさん、の層がやってくるわけです。こういうね、流れをね、テスラで言うとね、車の車種にぴったり合ってるんですね。例えば最初に出したロードスター、これはイノベーターという層でした。そしてさっき言ったモデル S と X はアーリーアダプター、そしてモデル3はアーリーマジョリティなんですね。そしてこの 2,3 年後にやってくると言われているこの$25,000のテスラ車、これは本当のマジョリティ層、もう普及しきる時ですよね。そういうふうに層と車種がぴったり合ってるわけです。しかしでしょ、ね、このアーリーアダプターからアーリーマジョリティに行く時に、このですね、つながりがね、くっついてないんです。実はここにはですね、死の谷と呼ばれるものがあるんですよ。それを書いたね、有名な本があるんです。キャズムというんですけども、これはシリコンバレーのエグゼクティブ読んでない人はいないと言われるぐらいの本です。つまりですね、このテクノロジー企業、新しいビジネスモデルもそうですね、そういう新しい新興企業が最初始まって伸び始める、そこからですね、この本当に普及するこのアーリーアダプターからアーリーマジョリティに行くときに、この死の谷があるんですよね。そして10社のうち9社はこの死の谷に落ちてなくなってしまうんです。それがテスラのタイミングだったんですよ。つまりね、それまでやっていたマーケティングだとか営業だとかカスタマーサービスだとかね、そういうものと全然違うものを求めるお客さんがバーってやってきたわけです。そうすると結果論から言うと、そのお店を開けていた方が良かったわけなんです。わかりやすく言うと、もっと手取り足取りね、ご案内したりしなければいけないという層なんですよね。で、それもちろんほとんどの方が、ガソリン車から電気自動車に変わるのは初めて、ライフスタイルも大きく変わります。そういうことをですね、ちゃんと手取り足取りご説明しないといけなかったんですね。そしてもっと今までのガソリン車の車を買うようなプロセスで決めたい、見たい、理解したい、買いたいというお客さんがすごく増えたんです。なのでテスラストアがあった方が
顧客満足度をもっと高くキープできたということなんですね。つまり競馬の巧妙じゃないですけど、やっぱりねお店は開けて再開してよかったんです。まあ、そういうねテスラのトライアル&エラーもあるんですね。まあ、もちろん外的要素もいろいろあるんですよ。まあ、どっちかというとね結果良ければいいじゃないっていう感じもあるんですけども、それはそういうそのねチャレンジをやったり失敗だなと思ったらすぐもう一回ねやり直したり、そういう精神も重要だと思うんですね。ナンバー4、テスラは人なり、イーロンだけにあらず。まあ、テスラといえばイーロン・マスクが何かと取り上げられます。でなんかイーロン一人でやってるようなイメージもなきにしもあらずなんですけども、当然そんなことはないですよね。そしてテスラには世界から最高レベルの人材がたくさん集まっています。まあ、それはですねイーロン自身がその最高の人材を集めるために率先してですねもう最先端でイメージングもしくはメッセージングをしているということがあります。でも聞いたことありませんか、テスラってねもう人材の入れ替わりが激しいんだよって聞いたことないですかね。まあ、統計的なデータをね僕は持っていないので何とも言い難いんですが、でも多かれ少なかれ当たってると思います。でまず理解していただきたいのは、テスラがですね、まあ、従来の自動車メーカーというのではなくて、シリコンバレーの急成長しているテクノロジー企業だということなんです。ですので日本の尺度とかで測っていただくと、まあ例えばリンゴとキャベツを比べているようなもんなんですね。でそれはのテスラでなかったとしてもね、そのシリコンバレーの急成長している企業というのはねもう似たようなものなんですね。例えば一人の人が18ヶ月間同じ会社にいたとするじゃないですか。でそれはまあその会社によっぽど大切に思ってもらっている人なのか、それとも誰も望まない人なのか、どっちかだってよく言われるんですね。ですから、同じ会社にずっといるっていうことはですね、その本人さえもあんまりいいことだと思っていない可能性も高いんです。で会社的に言うとですね、シリコンバレーでは常に変化しなければいけないと言われてるんですね。つまり変化がないということは死を意味するとさえ言われるんです。つまり日本人が好きな安定、長期、保証というようなものは無縁の世界なんです。そしてテスラはシリコンバレーの中のテクノロジー企業でもありますし、まだまだ大きなスタートアップだと言えます。そして今のテスラがやっていること、それは作ろうとしているものもやろうとしていることもあの3年前とは全然違うんです。必要なテクノロジー、必要なマーケティング、必要なカスタマーケア、それはですね3年前と全然違うよねって言ったとしても社内の人でさえねそれを否定しないと思いますよ。じゃあそんな時、3年前に必要だった人はこれからも必要でしょうか。テスラはね採用に関してはすごくシビアなんですよ。というのも今も昔もテスラの内部の情報を知りたがっている企業はもうたくさんあるわけです。ですから下手をすると産業スパイだって入社する可能性があるわけです。ですからですね非常に長い時間を使ってバックグラウンドチェックをしたり、もういろいろ調べた後に採用するんです。僕の時もそうでした。そしてテスラで仕事をするといろんな経験をして、それをもとにですね次のステップを踏む人も大勢います。テスラで体験したことはですねその後ずっと長い間その人のキャリアアップにすごく役に立つ、そういうことが多いんですね。まあもちろんねいろんな本にも出てるようにね、そのイーロンの逆鱗に触れてもうクビになるそういう人もねいたと思いますよ。で僕はまあそんなにイーロンのそばにいたわけじゃないのでそんな詳しく知らないんですけども、まあそういう人はね多分少ないと思います。まあテスラほど変化と成長が早いそういう企業ですから、ある程度の人の出入りがねあってもね、それはあるべき姿だと僕は思います。僕自身もそうですね、テスラから離れてもずっとこれからねテスラで体験したこと、あれは一生宝物になると思います。単なる面白い大切な思い出っていうだけじゃなくて、これからの人生、これからのビジネスに必ず役に立ってくれると思います。ですからテスラは人なり、決してイーロンだけにあらずです。さて決してパーフェクトでない企業テスラ、いかがでしたでしょうか。でもあれだけたくさんのトライアル&エラーをもう繰り返し繰り返しやってですね、それを元に行動して、そして破壊的イノベーションに至るね、そういう感じってね、なんかねソフトウェアの開発企業に似てると思うんですね。まあ、僕がソフトウェア会社をねずっと経営してきたというのもあるんですけれども、ね、アジャイルというねアジャイル開発という方法がありますよね。それにね会社全体がなってると思うんです。上手な早い失敗の仕方、それもですね僕が書いた本破壊的思考力、そこに書いてありますので、もしご興味がある方は見てみてください。さて今日の話をね少しまとめてみましょう。この失敗というのはですね
まあ上手な失敗と下手な失敗とありますね。上手な失敗というのは大きなビジョン、大きな世界観を大前提としてそちらに向かうために絶対に諦めない、でもトライ&エラーでどん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 前に進んでいく、諦めない、ビジョンは諦めない、でもトライしたことがうまくいかないんだったらそれはもうやめてもいいし、やり方を変えてもいいし、そのトライ&エラーをずっと続けましょうということです。それはサイクルを早く、そして諦めないということです。2つ目、それは新しい領域に挑むとき、テスラで言えばあのモデル3を量産し始めた頃ね、あんなにもう何年も準備したのにもう大失敗でした。でもその大失敗だったからこそ、あの生産ライン全特化というね、非常に大胆な、方策を打ちました。それぐらいですね、その大きな失敗、大きなショック、そして大きな解決策ということで、それは一つのいいやり方だと思います。それも非常にスケールの大きなダメージも大きなトライアンドエラーですよね。そして全特化を一回したらそれで終わりじゃなかったですよね。そっからが始まりです。そっから連続的改善の始まりです。バージョン 1.0 からバージョン 1.5 へ 2.0 へ、そうです、それを諦めない、それを終わらせない、それを続ける、スピード感を持って続ける、これです。そしてやけどをしても挑戦行動、そしてあのテスラが黒字化をプレッシャーぐー感じていた頃ね、その経費削減のために全世界のテスラストアを閉めると言いました。でもその後調べたらすごいペナルティが来て、まあやっぱりもう一回考えてですね、再開しましたね。でもそれがまあたまたまかもしれませんけども、モデル3がぐーっと売れ始めた時とぴったりタイミングがあって、結果論としてはそれで良かったわけです。それをきちっと再認識する大きなチャンスになりました。テスラはすごくそこで学びました。それもトライアンドエラー。そして4つ目、テスラは人なり、イーロンだけにあらず。本当ですね、もうテクノロジー企業、こういう新しいビジネスを始めるとき、同じスキル、同じプロダクティビティがずっと必要とは限りません。ですので、人も雇ってみないとわからない。これも大きなトライアンドエラーの一つですね。日本もですね、労働基準法も違いますので、そんなに簡単にね、アメリカみたいにレイオフとかできませんけれども、ですけども、例えば最初からそういう話をする人と向かい合ってですね、そういう可能性もありますよっていうことをちゃんと話して、モチベーションになるかもしれませんし、それはキャリアパスもちゃんと高いレベルまで行けるキャリアパスも作ってあげるということと抱き合わせでやるべきだと思います。人材は企業にとって一番重要なトライアンドエラーです。さあ、テスラはなかなか失敗も傑作が多いですね。ではまた。